純佐田高号。1910年代純佐田高校院子は、大韓帝国の第二代皇帝、純州の二番目の日。本願は、海平院氏院佐愛の娘として、慶起堂、陽根群に生まれる、本名は草純。後部8年に当時皇太子妃だった氏が病気で、皇居したことに伴い、三つ竹10年にわずか12歳で20歳上の、 東宮の次日に作法された。この際、父と皇層の日であった純婚後期日の間に、巨額の賄賂が行き交ったという風説が飛び交った。翌、劉博氏元年7月20日に、夫の即位に伴い、皇后となった。劉博氏4年の日韓併合に伴う形で、利用妃となって、以降は、しばらくの間は、聖徳宮の大蔵殿に住み続けたが、大正15年4月に、 同じ聖徳宮の落前祭に今日移した。降伏後の1950年に朝鮮戦争が勃発した際は、聖徳宮に侵入する人民軍の兵士たちを大声で怒鳴りつけて、その場にいた全員を追い払ったなどという逸話もある。しかし、戦況の悪化に伴い、翌1951年にアメリカ軍の保護の元宮殿から離れることとなり、以降は、 富山で避難生活を送った。1953年の休戦に伴い、宮殿に戻ろうと試みたものの、皇后の国民からの人気を恐れた、李正万大統領の妨害によって実現せず、以降は、ソウルの城北区、定寮の修治祭に今日構えた。1960年に、全球皇室事務総局長のクレザイの尽力によって、聖徳宮に戻ることに成功し、 以降は日本から帰国した、徳江大主や李林、政子夫婦と共に、聖徳宮の落前祭で過ごした。晩年は仏教に帰依し、第一月という法名を受けたほか、亡くなるまで国文学や、仏典の研究を続けていただけでなく、タイム詩を欠かさず講読するなど、英語の学習も怠らなかったという逸話もある。1966年2月3日、小徳宮の鈴福剣において、 心臓麻痺により死去。葬儀は国葬として取り行われ、遺体は軽喜堂養州軍、近面にある広史料に夫順州と共に埋葬された。海平院市大道府。ファミリーサーチ。2020年7月18日閲覧。漢方号外。除人及び事例対象4年11月10日。漢方第4438号。付録。 事例2941年10月23日、ありがとうございます。